ております。皆様のご協力をお願いいたします。本日13番線からの18時12分発の移りません、普通電車小金井行きは13番線から6番線に発車番線変更となっております。ではこの18時33分発普通電車小金井行きは13番線から15番線に変更となっております。
大変お待たせいたしました。寝台特急北斗星1号札幌行きです。本日北斗星1号となります列車の上り列車が大幅に遅れておりましたため、上野駅1時間25分の遅れをもちまして発車しております。ご利用のお客様には列車が遅れまして大変ご迷惑をおかけしております。申し訳ございません。ご案内いたします。次の停車駅は大宮です。大宮、宇都宮、郡山、福島、仙台、一ノ関、盛岡、函館、森、八雲、長万部、東屋、伊達門別、東室蘭、登別、苫小牧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 、南千歳、終点札幌の順に停車をしてまいります。北海道内各駅の到着時刻は後ほどご案内をさせていただきます。続きまして車内のご案内をいたします。列車は11両編成で運転をしてまいります。進行方向前から1号車、2号車、3号車の順で一番後ろが11号車です。前から1号車、2号車、3号車の順で一番後ろが11号車です。3号車から6号車と8号車から10号車までの間、各車両は個室となっております。本日の列車3号車から6号車と8号車から10号車は個室の寝台車となっております。1号車と2号車、また11号車は二段式の寝台となっております。2段式 B 寝台となっております。個室をご利用のお客様はお手持ちの切符に示されました号車番号、お部屋番号をお確かめの上、お間違いのないようご利用ください。なお個室をご利用のお客様で6号車、8号車、9号車、10号車の個室をご利用のお客様、車掌が切符を拝見の際にお部屋の鍵をお渡しいたします。車掌が切符を拝見の際にお部屋の鍵をお渡しいたします。しばらくお待ちください。食堂車は7号車にございます。食堂車は7号車にございます。ロビー室は6号車、ロビー室は6号車にございます。ロビー室はどなた様でもご利用いただけます。どうぞご利用ください。また6号車にはシャワー室も合わせて設置をされております。シャワーカードは1枚310円で7号車の食堂車で販売をしております。ご利用の際にはシャワーカードをお買い求めの上、ご利用時間をご予約ください。車掌室は5号車にございます。車掌室は5号車の進行方向前寄りにございます。ご利用の際はどうぞお気軽にお越しください。お部屋をお離れになります際は
鍵の作錠をお願いいたします。盗難事故等の防止のためお部屋をお離れになります際にはどうぞお部屋の作錠をお願いいたします。ご案内いたします車掌は JR 東日本上野車掌区高橋と駒野の2名で途中鍵玉でご案内をいたします。寝台特急北斗星1号札幌行きをご利用くださいましてありがとうございます。次は大宮に停車いたします。